自分が小さい頃から見てきたジュビロって本当に10番でいい戦いをしてて、シンプルに言うと強かったですし、自分がいざこのクラブに入って思ったのは、 J2 でやるってことに悪い意味で慣れてしまってるなっていうふうに思ってて、まあ本当ジュビロは J1 でやんなきゃいけないっていうところに自分は基準はあるんで、自分次第ではこのクラブをJ1 に昇格できると思ってるんで、まあだからこそ自分に自信を持ってやってます。質のいいクロスは自分は本当前線の選手が本当あとは決めるだけっていうクロスだと思いますね。長崎戦の小太郎に上げたアーリークロスとかは、まあ、なかなかあの位置でクロスを上げる選手っていないと思うんで、こう相手の背後とキーパーの前に落とすようなボールをうまく上げれたシーンでしたし、まあ、仙台戦の、まあ、ジャメに上げたクロス、アーリークロスだったりとかも本当あとは決めるだけっていうところだと思うんで、まあ、そういうクロスはどんどんもっと上げたいなと思います。まあ、テスさん、チョンテスさんに言われたことで、こうアーリークロス蹴るときはキーパー狙って蹴ればそれがうまくゴール前に行くっていうふうに言われてて、蹴るときに顔を下げるとその間に味方の位置とか相手の位置って変わるんで、その顔を上げたときにの時に見たところに出してちゃもう遅いというか、キーパーを狙って蹴ればそこがうまく相手のキーパーとディフェンスラインの間に行くからっていうふうに言われて、まあ、それを意識するようになってから結構チャンスになることが増えましたね。僕はそこの質には一番こだわってるんで、ゴール決めるよりもいいクロスからアシストした方がまあ嬉しいですね。2人って結構食事とか行かれたりします？まあ一応構成員の一人なんで会の会の松原会の、はい。まあ、でもなんかみんな試合絡み始めてね、なんか俺は分かんないけどお前らの中でのなんかちょっと競争意識みたいなちょっとあるよ。確かにそうですね。若いから後藤とか点決めたらなんか陽介とか健介とかあんまりちょっと、うん、いい顔してないもん。確かにやべえみたいな、うん、俺もやんなきゃみたいな。やっぱいやでもなんかそういうの見ててすごいいいなって、仲いいからこそ負けてらんないって思いがあるよ。なんかそういうのが垣間見えて俺は見てて面白いです。そうなんですね。なんか横尾さんうまいよね、うん、選手のなんかやっぱちゃんと見てるし、うん、練習とかもめっちゃ見てるっす。いきなりやっぱ健介とかもね、それでスタメンに使ったりとか、それでやっぱ全体の底上げにもなるし、若手もやっぱこうノーチャンスだと思わないから。いやーまあめちゃくちゃ話しますよ。あいつはやっぱ自分の一個前の選手ですし、あいつもな、
はいいんだけど、なんかドリブルだったな。で、なんか見せるのってもうさ、それでもう喜んでくれるのはお客さんだけだと思う、うん、っていうのは話してて、なんかなんでスタメンで出れないのかとか、うん、なんで途中からでも出れる試合と出れない試合があるのかっていうのは、うん、あいつに足りないのってやっぱ90分走れる強度、インテンシティの高さと、やっぱ守備のところ。でも本当今シーズンの最初の頃よりはだいぶあいつも意識してやるようになってて、すごい多分見てる人もわかると思う、頑張る姿勢っていうのが、ドリブルっていうプレーだけじゃなく他のプレーでも見れるから。だから真宙もそうだよね。そうっすね。結局なんて言うんだろう、ドリブルが上手い選手と、じゃあ90分頑張れる選手、球際を戦えるだったり、こうチームのために頑張れる選手、じゃあどっちを使うってなったら、監督からしたら、うん、絶対そのもう90分の強度の高いプレーができる選手だから、やっぱそこがこう出るには絶対ベースとしてやっぱ大事な部分だから、その上でドリブルだったり自分の長所を生かすプレーだから、やっぱそこのね、ベースをまあ上げていければ、まあ自分もそうなんですけど、うん、って思うんですよ。まあそうですね、まあ自分が来た時は本当になんか若手が自信なさげな感じで、まああんまり試合にも絡めなくてみたいな、本当年齢は関係ないと思ってるんで、こういうクラブでやってる以上、プロでやってる以上なんで、もっと自分に自信持って遠慮することなく、練習だったり試合でやんなきゃダメだよっていう風に、まあ去年から言ってますし、僕が清水時代はそれこそまあ金子翔太も一個上にいて、もう J1 で活躍その当時してた選手たちが常にこう声をかけてくれて、プレーのことに関してもこうすごく怒られたりとか、こういうプレーをもっといい増やした方がいいよとか、まあピッチ外でもご飯連れてってもらって、なんか本当にまあそういう経験が本当に生きてるなって思いますし、少しでも声かけたりとかしてくれて、若手にしてくれたりするとすごく若手にとっては嬉しい、僕は若手の当時は嬉しかったですし、なんかもっと頑張ろうなと思えるようなきっかけになったりもしたんで、厳しいことも言いますね、変に濁したりもしないですし、僕にそうやって言われてこう心の中では何クソっていうふうに、まあ、思ってると思うんですけど、やっぱそうやって自分で考えてるよりも、それで外部からそういう刺激だったりを受けることによって自分が成長、自分の意識が変わったりとか成長ってできると思うんで、まあ、若手はチームの未来だと思うんで、若手が活躍できるチームって強いと思うんで、逆に若手はいつまでも若手だと思ってちゃダメだと思いますし、まあ活躍しなきゃあとはないっていう立場だと思うんで、うん、そういう相乗効果っていうところがもっともっとこうこのクラブで全体で考えていければいいんじゃないかなと思います。
やっぱ自分プロ入ってからずっと試合に出続けれて、まあ、その手応えっていうのを感じて J1 でプレーしたんで、まあ海外に挑戦したいっていうふうに常に小さい頃から思ってましたし、まあそこで自分の力ならすぐにステップアップして、まあ5大リーグとかで活躍できるっていうふうに思ってたんですけど、やっぱそこで挫折っていうか、本当になんか劣等感だったりとか、まあ自分はこのままでいいのかだとか、本当毎日考えてましたし、本当に自分の思うように全てがいかないというか、そういったところの環境でやることによって、まあ苦しかったですけど、すごく自分にとってはいい経験だったなっていうふうに、まあ本当今の自分がサッカーやる上においてその活力になってますし、まあ海外の経験は自分には本当に転機だったなと思います。まあ、自分に自信を持ってプレーするっていうところですかね。自分がちょっとでも自信を持ってプレーできなかったりとか、自分がこうピッチに立った時に不安に感じるような思いだったりをこう抱えることになったら、本当にその時は引退する時だなと思ってるんで、自信を持ってプレーするっていうことは常に意識してますね。徳島戦とかは、いや本当にチーム入り悪くて、まあ自分も本当に入り悪くて、まあそういった中で失点を重ねてしまって、まあでも絶対ここで諦めちゃいけないっていう、まあ自分が点取ってでも今日は必ず勝たせるっていうメンタリティーでいましたし、そういうふうなことを考えてる選手だったりとか、そういうメンタリティを持ってる選手のところにやっぱボールって転がってくるんだなっていうふうに思いますね。自分があそこで点取れたのも、まあ、そういう思いがあったから自分のところにボールが転がってきたんだなと思いますし、まあ、うまくいかなくても自信を持ってプレーできたりとか、そういったところは本当に大事だなと思いますね。まあ、自分はそうですね、ワクワクしてますね。横内監督のおかげで自分たちがこうシーズン当初からは成長できてるなっていう実感があるんで、昇格に向けて本当になんか緊張感のある後半戦が始まるんだなっていうふうに、そういった意味では楽しみつつもワクワクしています。まあ、ここからもう一ギア上げて、こうエネルギーを持ってチームとして戦えるかどうかだと思うんで、自分たち厳しく絶対昇格するっていう思いを持って集中を切らさずに、まあ、まだまだシーズン長いですけどやっていくことが大事だと思います。